It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? Otokashi.5月4日土曜日午後3時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレキサンドロスのボーカルギター川上洋平です。ゴールデンウィーク満喫してますみたいなね、皆さんも多いと思うんですけど、どうですか。あと2日ぐらいでも終わっちゃいますけど、やり残したことはないでしょうかね。我々アレキサンドロスはですね、春フェスに、ジャパンジャムと、あと荒履きですね。荒履きはすごいね、久しぶりだったんでね、楽しみにしていたんですけど、仙台なんで結構寒いかなと思ってたんですよ。2年前とかね、みぞれが降ったりとかしてたんで、山でやりますから結構寒いんですけど、今年はね、今までで一番暑かったそうで、本当に晴れてて天気良かったんですよね。そうだから珍しかったです。そうだから春フェスも結構最近ここね数年で多くなってですね、前だとねやっぱ夏フェスがねこうメインだったんですけど、今もう春夏秋冬どこかしこもねフェスだらけになってますね。はい、そんな中でも春って結構過ごしやすいんじゃないかなと思いました。個人的にはやっててもそうだし、お客さん見ててもみんななんかこう過ごしやすく楽しんでる様子がねステージから見てましたけど、行った方どうだったでしょうか。もしよかったらね感想を送っていただければと思います。さあ、その春フェスでですね披露しました新曲アフタースクールが収録されていますシングル1、これが、ね、5月15日にリリースされますが、このシングル1の1曲目が冷めちゃうという曲でございまして、なんと本日この音おかしでですね、どこよりも早く皆さんにお届けしようかなと思ってます。ただね一発目から流すとあれなので、番組後半にその冷めちゃう流しますので、楽しみに最後まで聞いてください。というわけでまずはこちらから聞いてください。 I wish the world was my friend Talking about our own favorite films Sharing burritos after school ためらうことない無防備なビートで幻に揺らいだって君だけは聞こえ川上洋平が東京 FM をキーステーションにお送りしている音おかし、1曲目にお届けしたのは5月15日リリースニューシングルシングル1に収録されます、アフタースクール、ちょっとこちらのね曲感想が結構届いてますのでちょっと紹介しましょう。兵庫県ラジオネームたけさん、アフタースクールとっても癒されるメロディーで、お休み返上のお仕事中も頭の中に流れてスイスイお仕事できました。あんなに癒されるメロディーなのに歌詞が力強くて明日も頑張ろうと思いました。今週は夜勤ばかりなのでアフタースクールを聴いて頑張ります。頑張ってほしいんですね。三重県ラジオネームハチさん、洋平さんアフタースクールの感想のギターとコーラスが儚い感じで胸がキュッとなりました。あとドラムの音とリズムがなんとなくオークワードを思い出しました。確かにいいですね、その着眼点。冷めちゃうは何が冷めちゃうのかとても気になります。
食べ物なのか恋愛情熱とか早く聞きたいなということなんですけど、いやありがとうございます。アフタースクールね、この前のフェスでもちょっと割と激しめの曲が多い中でですね一曲入れてみたんですけど、なんでしょうね、こう春フェスのあの野外の雰囲気にすごいぴったりでした。いやーなんかこれがですね皆さんに届くといいなという思いで歌ってましたけどね。ライブでねやるとまたそれはそれでちょっと違うんでね、ぜひライブで聴いてほしいなと思います。もうすぐねライブハウスツアーも始まりますのでね、あとはディスペスですね。その声になってるとまあ曲ってのは面白いもんでね、やっぱ成熟するんですよ。こう生ものなんですね曲って。だからね CD でねこう発売して皆さんが手に取って引き込んでライブでこうシンガロングしてくれたりとか体を揺らしてくれたりとかすると、それだけでね曲っていうのはね成長したり熟したりするわけなんですね。なんでこれからもこのアフタースクールねよろしくお願いします。さあ何はともあれ今日はですね、さっきから言ってますけど冷めちゃうをね、皆さん楽しみにしてると思うんですけど、すいません、この音お菓子というのはね基本的に私川上穂平が今の気分で曲をセレクトしていく番組なので、あのプロモーションも大事なんですけど、やっぱり番組のこの基本構造を僕は大事にしますので、まずね2曲目今日お届けするのはこちら新曲ですね。ニューアルバムが楽しみなこのアーティストを聴いてください。 Fountains DC で Star Buster。お送りしたのは Fountains DC で Star Buster でした。めちゃくちゃかっこいいですね Fountains DC。 いやーいい曲だし、まあこれ4枚目のねアルバムロマンスからの、1段目の曲なんですけど、そう前作のスキンティフィアからだいぶ雰囲気が変わりましたね、この、ロマンスというアルバムなんですけど、結構ヒップホップもありつつ、なんかドリームポップっぽいとこもありつつ、グランジ感もありつつ、なんかこうアークティックモンキーズとねこうツアーをやってる時に作ってた曲らしいんですけど、いやーなんかそれがなんかなんとなく伝わりますよね。いや本当になんかこう新しいところにね行ったなーって感じします。まあなんでしょう、大体アーティストってのは3枚目4枚目ぐらいでちょっと今までとは違うことをやらなきゃなとかやりたいなっていうのが出てくるわけですけど、自分たちもそうでしたけどね、アレキサンドロスもそうでしたけど、やっぱそこでねこう今までのファンがなんだよこういう方向に行くのかみたいな感じで嫌ったりとかねするわけなんですけど、そこでどういかに説得するか、
もしくはいかに振り切るかっていうところがね大事になってくると思うんですけど、フォンテンズ DC 僕はですね個人的にですけどすごい好きでしたね。はい、まあ、他の曲がどんな感じになるのかちょっと楽しみなんですけど、ジャケットもねかっこよくて今までの雰囲気とちょっと違うなと思いました。うん、もうねなんかツアーも発表されてますけど、なんと前座がソーリー、いやーなんかそういう意味でも全てのセンスがいいなと思いますね。フォンテンズ DC めちゃめちゃ行きたい、今また行きたいですね。去年クワトロで見たっすけど、いやめっちゃかっこよかったもんね。ちょっと今年来年近々ね日本にも来てほしいですね。てか海外行きたいね、海外で見たい。はい、さあ続いての、アーティストはこの前もかけたばっかなんですけど、またちょっと第2弾の、新曲ですね、聴いてください。スティル・ウーズィで Again。新曲です。Again ですね。この前のあの曲といい、結構ステリウーズィ節が炸裂してるんじゃないかなと思います。みんな大好きなステリウーズィの、雰囲気がですね、なんかこうちゃんと守られてるというかね。別に守りに入ってるわけじゃないんでしょうけど、すごくこうあステリウーズィこういうの聞きたかったなみたいなのがあるんじゃないでしょうか皆さん。ツアーが発表されててですね、まあもちろん北米とかね。カナダとかがメインなんですけど、いや行きたいですねステルウーズにね。結構あのシーケンスで流したりとかしてるライブも多くて、まあ、それよりはねやっぱ正直生楽器でねこう鳴らしたりとかするライブが見たいなと思ってるんですけどね、そういうセットでね組んで、ライブ回ってくれたら嬉しいなと思いますし、日本にね来る時もそういうねぜひセットで、来てほしいなと思いますけど、いつ来日するんだろうなステリウズに。絶対これは行きたいですよね、もし来るとしたらね。いやそれにしても本当このステリウズのこの緩い感じ大好きですね、ジャケだったりとか。ぜひ皆さんインスタとかチェックしてみてください。さあそれではお待たせいたしましたね、この番組音お菓子の DJ である私川上洋平のバンドはアレキサンドロス、このアレキサンドロスの新曲です、冷めちゃうんですけど解禁でございます。はい、1曲目にかけましたアフタースクール、こちらのアフタースクールが入ったシングル1の CD に入っております。このタイトル冷めちゃうなんですけどね、何が冷めちゃうなのか、どういう曲調なのか、もう謎のままですねここまで来ました。まあ皆さん気になっていただいてると思うので、ちょっとまずは聞いていただこうかなと思います。アレキサンドロスで冷めちゃう。
お送りしたのはアレキサンドロスで冷めちゃうでした。いやーね、初披露でございます。初披露じゃない、初オンエアですね。はい、なんかライブやった気持ちになります。そんな感じの曲じゃないね。なんかこうライブハウスが似合う曲だなぁと我ながら思いますが、皆さんいかがだったでしょうか。いやー、この冷めちゃうはですね、あのアフタースクール、そしてトゥデイ、さらにガール A スマイル、これが収録されるシングル1の1曲目になっております。まあそうですね、まあ、歌詞はですね、あの皆さんなんかこう反芻してですね、噛み砕いてなんかこう自分の中であの理解していただければいいのかなと思いますけど、書いてる時にタイトルがもう出てきて冷めちゃうでいこうと思うんですけどって言って、結構反対されるかなと思ったんですけど、割とみんな あ了解ですみたいな感じで、本当に冷めてんなみんなと思いましたけどそう、だから冷めちゃうでいいやと思って、もうそのまま書いて、まあどうせまた後で反対されたら変えようかなと思ったんですけど、まあ、冷めちゃうというタイトルにしましたけど、結果良かったなと個人的には思いますね。そうで、だからさっきさ、何が冷めちゃうなのか、食べ物なのか、恋愛なのか、情熱なのかみたいなね、三重県ラジオネームハチさんからね、なんか質問があったんですけどね、何が冷めちゃうなのか、まあこれは僕がここで言っちゃうとつまんないので、ぜひ皆さんね聞いて、あの歌詞カードをね手に取って、あの理解を深めていただければいいのかなと思いますので、はい、皆さんに委ねちゃいます。さあね、5月15日楽しみですね。結構ジャケもかっこいいので、ぜひ手に取っていただければと思います。音おかし、アレキサンドロス川上洋平がお送りしてきた音お菓子、そろそろお別れのお時間です。さあ恒例のお菓子クイズ参りましょう。これね、この前食べた、そして絶賛したお菓子の別フレーバーです。はい、もうここまで来たらもうリスナーの方はねピンときたんじゃないでしょうかなと思いますけど、この前紹介したフルーツのねフレーバーなんですけど、はもう本当に殿堂入り果たしました。多分今年僕は1位選びと思います。さあそれの別バージョンでございますね。いただきましょう。うん、おいしい、これおいしいです。おいしいけど、まあこの前のフレーバーのが好きです。はいでもおいしいです、めっちゃおいしいし、すごいねこの染み込み具合、これどうやってんでしょうね。私は何を食べたでしょう。
こちらの正解は毎週金曜日にオーディオプラットフォームオーディにて配信しているスピンオフで発表します。次回は5月の10日金曜日21時。それまでに回答を送ってきてください。当たった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。またそちらのスピンオフでは皆さんからのお悩みとか相談なども受け付けております。本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップしますので、ぜひ活用してください。X でですね、こんな書き込みがありました。ルッカさん、ゴールデンウィークもたくさん活用させていただいてます。嬉しいですね。これからお出かけドライブでも聴いちゃう、行ってきますということなんですけど、そうドライブとかでね、ぜひこれ使っていただければね嬉しいです。というのも僕も何を隠そうドライブ中にこの音お菓子のプレイリストかけてるんで、皆さんと同じものを聞いてます。結構合うと思いますよ、今の季節とかね、ぴったりなものが収録されてますので、おしゃれな気分に浸りたい方はぜひ、音お菓子のねプレイリスト使ってください。さらにウェブ上にて音お菓子ルームという私やリスナーの皆さん同士が語り合える場も開設されておりますが、なんとこの音お菓子ルーム今月5月いっぱいでサービス終了となります。なんで語りたい方ちょっと今月のいっぱいは語ろね。だからそこはちょっと皆さんぜひ見てください。それでは番組サイトから www.tfm.co.jp/お菓子、来週5月11日の音お菓子は、またまたねニューシングルシングル1に収録されている2024年バージョンにアップデートしたガール A スマイルをお届けしようと思っていますので、お楽しみに。それでは皆さん、お菓子の始末、そして残りわずかなゴールデンウィークを。ここまでの相手はアレクサンドロス川上洋平でした。 Have a great golden week.